やはり世界最強。そして俺はそのムエタイファイターとして世界一、ヨーロッパ一の巨大勢力、イッツショータイムでもナンバーワンと、欧州フランス出身としてムエタイナンバーワンであると、ヨハン・リノン、ラモン・デッカーやロブ・カーマン、往年の名選手が持っていた対ムエタイファイターの闘争心と、歴史ある対本国のムエタイへの尊敬心合わせ持つ男。まあ、対するは河野明弘です。日米両国で最高峰の舞台を数多く経験、総合格闘技で日本を代表するファイターの一人。しかし2005年にはキックボクサーとして全日本キックヘビー級王座獲得、さらにこのハイファイトでも日本代表トーナメント優勝者。そう、今ここにいるのはムエタイファイター河野明弘。75kg 契約、黒コーナーからはチームインターナショナル、ヨハン・リドン、対する白コーナーからは日本チームサムライ、河野明弘です。さあ、高崎さん、はい、これも楽しみな顔合わせになりましたよね。そうですね、ヨハン・リドン選手はタイファイト自体には初参戦なんですが、5月に、フランス大会でイッツショータイムの王者になったばかりで、はい、乗ってる選手ですね。そうですね、はい、そこでは 73kg 級ですか。そうですね、はい、マラット・グリゴリアンという、王者を倒して、新王者になった選手ですね。さらにWBC ムエタイ、はい、世界王座も保持していますね。そうですね、ラムソン・クラムというタイの強豪を倒してますからね、はい、ラムソン・クラムには2回勝ってますからね。いや、すごいですね。さあ、それに河野明弘、はい、もう今年はもうすっかり立ち技ファイターになった感のある河野選手ですけどね。いや、完全にそうですよね。もともとそのボクシングに対してですね、はい、非常にその愛情を持っているファイターで、その総合格闘技の中に立ち技を数多く取り入れた、そうですね、そんなファイターです。特に防御面ですよね。そうですね、よくお客さんに受けない試合をするなんていう言い方をする人なんですけども、まあ、基本的にアウトボクシングでもらわずに打つというタイプですね。ラウンド1、さあ、第1ラウンドを開始されています。ボーンのがもう見るからに独特のフォーム、そして無駄な力は入っていません。スウェーバックして右の蹴りをかわします。それに対してヨハン・ディドン、高崎さん、だいぶ体格もありますね。そうですね、まあ、この試合75キロ契約ということなんで、減量もなくなったんじゃないですかね。はい、イッツショータイムのフィールドでは73キログラム級の王者です。対して河野は70キログラム級の戦い、はい、山本優也選手との一戦ですとか、はい、それこそこのタイファイト、タイ王国トーナメント日本代表決定戦ではその階級だったんですけれども、ね、今回は75キログラム、それがどう影響するのか。5月の試合の時に、河野選手、最初ムエタイをやろうとしてたらしいんですよね、はい、そしたらリズムが全然作れなかったと。なのでトーナメントで次の試合は本来のボクシングに戻してみたと、はい、そしたら、まあ、自分の思う通りにできてよかったっていうことなんですが、あ、今回はどういうつもりでいるのか、はい、そうですね、先方の中からそれが分かるのか分からないのか。そうですね、非常にその独特の考え方、戦い方、確立しているのが河野明弘というファイターです。で、当初はブアカオ・コープラムックとの対戦をですね、はい、いや、相手は俺じゃないかというふうにアピールもしていたんですよね、はい、それも見たかったですけどね、いずれまた機会があったら見てみたいですけどね。ブアカオはそれに対して、いや、タイでやろうじゃないかと、はい、それがどんなメッセージなのか。2段構えの蹴りに対してはバックスピンの5の
たどれば随分前、はい、タイのタイ本国でゴーノはトレーニングも重ねてきたんですよね。そうですね、ここ数年になって USC の選手たちがタイでトレーニングしたりとか結構一般的になってきたんですが、はい、まあ、その先駆けとも言えるというか、昔はヨーロッパですとか北米、はい、立ち技で言えば全てムエタイというふうに一括りにしていたようですけれども ね、はい、そうですね、今はもう本国のそのムエタイ自体であると、はい、そうですね、そんな中でローキック、左ミドルキック、イドンの一撃一撃、これは重たいですね。大野選手も、まあ、ムエタイそのものでもなく今までのボクシングスタイルともちょっと違った感じの攻め方になってきますね、はい、身を低くかがめるようにします。ここで、ここはストップです。第1ラウンド終了です。ネクストインジャパン、最後を締めるのはこの2人、まずはプロコーナー、ヨハン・リドン選手、フランス出身。さあ、ヨハン・リドン対ゴーノ・アキヒロの戦い、チームインターナショナル対チームサムライという側面ではすでに高崎さん、チームインターナショナル2回戦上がっていますけれども、ゴーノ、なんとかくさびを打ち込んでもらいたいですね。そうですね、本人はムエタイ的には最後の試合は前座だと、だから気負わないで適当にやるなんて言ってたんですけども、まあ、もちろん適当にやるわけはないわけで、どういう勝利への道筋を描いているか、はい、もっと見てみたいですね。そうですね、戦法自体はいかがでしたか。そうですね、うまく距離を取って、リオン選手がどんどん前に来てましたけども、うまく対処はして